常磐松町は、かつて、東京都渋谷区にあった町名である。現在の東一町目、東四町目、渋谷四町目、広尾三町目にまたがる。1928年に設置された。旧地名である、東京府豊玉郡渋谷町大和ざ市も、渋谷座常磐松に由来する。常磐松の地名の由来は、古くからのこの地に、 千両の値打ちがつくほどの名木と、称賛されていた松の古木、常盤松があったことによる。元の漢字表記は、時は出会ったが、皿は割れるから、と、常盤と改められた。この一帯には、幕末、薩摩藩島津家の辞書であり、これが、明治時代以降、1912年頃まで、皇室の五両入宮場となっていた。 大正時代の初め頃までの地形図によれば、五両入牛場は、現在の日立宮邸から、青山学院諸島部にかけて所在し、ここで取れる牛乳は皇室に献上されていた。1966年4月1日の住居表示実施、町面変更により、一部の道路時期を除いて、東と渋谷に分割され事実上消滅した。新町名が 東という記号的なものになったのは、新町名をめぐって、常磐松町と氷川町の住民が対立したため、やはり両町と合併することになっていた、恵比寿東から恵比寿を抜いた妥協案を採用したためである。現在、常磐松の地名は、かつての町域に立つビルやマンションの名称などに、関されているのが見られるほか、渋谷区立常磐松小学校の名前に残っている。 日立宮邸の森1964年、正人親王が、日立の宮家を創設するにあたり、宮邸は、常盤松町の時は松五天に定められた。時は松五天はそれまで、正人親王の兄である皇太子、秋人親王の東宮御所であった。東京農業大学の前身である大日本農会、附属私立東京農学校は1898年10月に、 常磐松御領地に移転、開港した。1945年5月25日にアメリカ軍による空襲を受けて大部分を消失。戦後は高知を青山学院に売却して世田谷に移転した。青山学院は現在も当地に校舎を設置している。国学院大学とその母体である高天高級所は1923年に高島地区飯田町から 常磐松御領地及び道路を挟んで隣接する、氷川浦御領地へ移転し、現在まで当地に設置されている。実践女子学園の前身となる実践女学校、女子工芸学校は1903年常磐松御領地に移転した。実践女子大学、実践女子大学短期大学部は1986年に、都会日野市に移転したが、 実践女子学園中学校高等学校は現在も同地に設置されている。2014年に大学の文学部、人間社会学部と実践女子大学短期大学部を渋谷に移転。また、実践女子大学、実践女子大学短期大学部で毎年10月、11月に開け祭りされる学園祭は現在も常磐祭と称されている。 時は松学園は1916年、常磐松女学校として、常磐松一番地に設立された。東京大空襲を受けて、校舎を、消失、1948年に、目黒、ひもん屋に移転した。常磐松町の由来となった松の木は、大正期の地形図によれば、現在の高松宮邸内の御用地にあった。この松は、見事な枝ぶりの老木で、 その由来には、源義朝の側室、常磐御前が植えたという説と、世田谷城主、吉良頼康の側室、時和が植えたという説の二説があった。その松は、東京大空襲の被害を受けて、消失、戦後は、新たな松に植え替えられ、現在の渋谷区渋谷区東4の4の9にある、薩摩藩市によって建てられた、常磐松の火の傍らに新たに存在する。 東京農業大学のスクールカラーは、松葉緑と呼ばれる緑色であるが、これは、常盤松の緑色に由来する。また、同大学の応援歌、青山ほとりの歌い出しは、青山ほとり時は松である。志賀直哉は、昭和30年より暮らした。作家、今井達夫は、慶応義塾大学在学中、常盤が松で、下宿生活を送っていた。天姫は、 徳川家沙の腰入れのために、国元から出府した際に生活していたみた、薩摩藩上屋敷が、安政王自身で被災したため、当地に所在した、渋谷、下屋敷に居住して腰入れした。渋谷区の町名、千葉編泉渋谷区立図書館、平成30年3月21日閲覧、ABCDEF 今尾啓介、失われた地名を手がかりに、 東京町歩き、特集、東京の地名町それぞれの物語、東京人、第20巻第5号、平成17年5月3日発行、ABC 名を演じ、江戸東京歴史の散歩道5街と暮らし者、平成15年7月1日発行。東京ふるさと文庫11東京にふるさとを作る、改編。 渋谷区の歴史名著出版、昭和53年9月30日発行 P248 実践女子大学文芸資料研究室編、実践女子大学所蔵基調書図録、実践女子学園創立120周年記念、学校法人実践女子学園20、2019512022、20ページ。AB 遠各時は松学園中学校、高等学校のウェブサイト、 平成24年3月12日閲覧、図節渋谷区市研究会、図節渋谷区市渋谷区、2003年3月、170ページ。ありがとうございます。